まずは札幌市豊平区のうさぎのタータンくん。可愛らしい顔からは想像もできないアスリートのような特技があるんです。それがなんと頭を器用に使ってのドリブル。生後7ヶ月だそうなんですが、うん、2ヶ月ほど前からこのドリブルをマスターしたそうです。そしてなぜか川野さん、この青いボール以外は持ってこないそうで、ちゃんとサムライブルーが分かってるのかもしれないです、ね、なるほど。もうすでにねもう飼い主の方が完全にサムライブルーちゃんと応援してるんでしょう。でもだからちゃんと周りに本当に当てずに綺麗にドリブルしますね。ねー、コントロールも抜群でございます、うん、続いてこちらのワンちゃん、ヨークシャーテリアのリュウ君、うん、奥にあるおもちゃのボールを取りに行くんですが、注目はこの後です。バックステップ。正面を向かずにお尻を振りながら後ずさり、まるでダンスのムーンウォークを踊っているかのように軽快にボールを取ってきました。太郎さん、これもお見事ですね。そうですね、スポーツのみならずスポーツエンターテインメントのことも考えてくれてるのかなって壮大壮大、はい、かわいい、面白い、ぶつかるのもいいな、ここ最後に、ちょこちょこしてるのがいいです、ね、はい、最後はこちら、ケースの中でくるくる回るのはハムスター用の回し車です。ただ回しているのはハムスターじゃございません。トカゲの一種、カナヘビのボス君なんです。警戒、一生懸命回してマッチョになるんだって言ってるかどうかですけど、そうです、言ってるか全く分かりませんけれども、珍しいトカゲの筋トレの様子。大野さん、ボス君に勝てます？いや絶対勝てないです。動物も運動不足解消なるんですかねどうなんでしょうか。でも、まあ、このドリブルなんかはね、本当にくるくる回りますから反射神経も鍛えられるのかななんて思いますが、